6月の18日の土曜日と19日の2日間全国の春季大会春の大会の最後の大会となる東海大会東海総体が開催されますこちら岐阜県の高野連さんのホームページに公開されていたトーナメント表です春の東海大会は東海総体として行われて愛知岐阜三重静岡の各県の1位の学校と 各県の2位のの2学校がそれぞれれぞトトーナメントに分かれて優勝を争います、まあ、ですので、純粋にトップを争うというトーナメントではありません。今回は愛知県開催ということで、1位以降が争う A ゾーンは熱田愛知時計120スタジアムということで、こちら愛知県のまあ主要なスタジアムの一つですね。で、こちらの B ゾーンが稲沢市民球場ということで開催されます。 で今回ですね、まあ、愛知県開催なんですけども、まあ、愛知県の高野連さんのページにも、あと愛知県の高体連さんのページにも、まあ、今のところですね、情報が載ってなくて、まあ、今回岐阜県の高野連さんのページで見つけたんですけれども、まあ、ここにですね、来場につきましては関係者のみとさせていただきますということで、この春の大会ですね、まあ、コロナが落ち着いてきて、まあ、県大会レベルでは無観客でやったところもあったんですけど、まあ、地方大会レベルでこの無観客でやっ とところはなかかっったたのででちょままさかでしたね、まあ、ぶっちゃけあのちょっと見に行こうかなというふうには思っていたんですけどこれちょっと先に気づけて良かったです、まあ、無観客風に対して良かったですっていうのがいいのかちょっとよく,よくわかんないですけどもなので東海のチームを見れるのはまあ全国までお預けということになりそうです、まあ、夏はですねぜひ有観客で開催してほしいなというふうには思いますねはい今回出場する8校ですね まず A ゾーン各県優勝県の方は愛知1位の桜ヶ丘三重優勝の高田で静岡代表の静岡商業で岐阜県の、えー、中京ですねこの4校によって争われます2校の B ゾーンは愛知県の名古屋西岐阜県の多治見北三重の伊勢静岡の浜松商業この4校によって争われますこの A ゾーンのメンバーっていうのは ちょっと過去の大会を見てみると、この16年春ですね、中京静岡商業、高田桜豪華ということで、6年前の春の大会と全く同じメンバーということになりますね。で愛知優勝の桜が丘ですね、桜が丘はえ秋の大会では予選ブロック、地区予選で敗退していて、まあ、県大会本戦には出場はできていませんでした。 この春の大会では2回戦で昨年の秋の愛知県大会を制した緑に勝って準決勝に進出して大同大大同で決勝で名古屋西に10対1と完勝してまあ春は2年連続の優勝ということで東海大会終了を決めています、まあ、桜ヶ丘はですねこの東海大会まあ夏の選手権に限って言えばまあ去年の夏の選手権ですね東海大会の決勝戦まで進んでいますし まあその前、20年は中止で、19年の選手権も決勝まで進出。で、18年の選手権も決勝まで進んでいるということで、3大会連続、全国まであった一歩というところまで進んでいる、実力のあるチームではあります。まあ、今大会もですね、決勝まで進めば、中京と対戦する可能性があるということで、まずは、この中京との対戦を目指して、この初戦に臨むということになります。 で三重県の高田高校なんですが、まあ、三重県は昨年の秋ですね、まあ、これはちょっと少し話題にもなったんですが、まあ、県大会が中心になったということで、まあ、これは非常にあの、まあ、選手にとって本当に残念なことでしたね。まあ 去年の夏っていうのは、まあ、緊急事態宣言が、まあ、明けたぐらいですね、秋は。で、それで、まあ、練習環境が少なくて、まあ、選手の健康と安全が確保できないというような理由で、まあ、県大会が中止されてしまって、まあ、本当にあの残念だったんですけれども、なんで選手にとってこの春っていうのは、本当に待ちに待った公式戦ということで、まあ、選手たちは望まれたと思います。 高田高校ですね。三重県の大会は、この春の大会は一次トーナメントがあって、その一次トーナメントで勝ち上がった4校によって、まあ、決勝リーグということで行われました。まあ、高田高校は2勝1敗ということで、まあ、決勝リーグを終えたんですが、得失点の率で高田高校が優勝ということで、三重大会1位校として東海大会に出場してきます。静岡の静岡商業は、昨年の秋は、 まあ初戦でエナ高校に13回タイブレイク2対0で勝利して準決勝に進むと、まあ、準決勝でまあ中京と対戦して1対0で敗れてました、まあ、この試合相手の投手にノーヒットノーランを達成されたということで、まあ、非常にあの悔しい敗戦にはなったんですが、まあ、その中京とこの春また初戦で対戦するということになりますで,中京,です、ねまあ、中京は昨年の夏 まあ全国選手権4連覇を目指して戦って、まあ、その4連覇はならなかったんですが、準優勝ということで新しいチームに入りました。まあ、秋も県大会、そして東海大会も決勝まで進んで、3年連続15回目の優勝ということで秋の優勝を決めているチームです。まあ、このえ春も県大会もですね、まあ、初戦からエースの谷本投手が、まあ、参考記録ではあるんですが、完全試合を達成したりですとか、まあ、盤石の勝ち上がりで県大会を勝ち上がってきていますね。 ま所詮ではその秋に戦った静岡省との対戦ということになります。まあ、以上がこの映像の出場4校の組み合わせとなります。 注目はやはり中京ですね。はいまあ、今年のチーム、まあ、おそらくエースの谷本投手を中心に作り上げてきているということが予想されますが、まあ、夏もおそらくこれらのチームとですね、まあ、全国を争うということになりますので、まあ、夏を前に中京としては他のチームを圧倒して、まあ、いい形で夏を迎えたいといったところでしょうか。はい、続いて B ゾーンのこの4個を見ていきましょう。まあ、名古屋西高校です。 名古屋西高校は比較的最近ですね、まあ、東海大会にも顔を出すようになったチームで、僕も、あの、この名前、名古屋西高校を、知り出したのも、19年の秋ですね。19年の秋に東海大会準優勝をしているとい。まあ、この時にこのチームを知ったというような記憶をしています。愛知県の県立高校で、愛知県といえば、まあ、緑高校とか県立高校が非常に頑張っているなという印象はあるんですけど、まあ、この学校、公式野球部はないということですね。 秋は県大会の初戦で名城大付属に5対3で敗れています。この春はその名城大付に2回戦で勝って、まあ、準決勝に進むと準決勝では愛工大名電昨年の秋の愛知県3位以降ですね愛工大名電に5対0で勝って決勝に進んでいます。 続いて多治見北です。岐阜県の多治見北はおそらくこの春が3年生にとっては最後になるんじゃないかなというふうには思います。まあそのような話を昔聞いたような気がします。秋の県大会は初戦で中級と対戦して、まあ、4対0で敗退をしています。 えー、この春の県大会は初戦で榎並高校に勝利準決勝で岐阜高校に1対0で競り勝って、まあ、決勝まで進みました三重県の伊勢高校ですね伊勢高校は、まあ、昨年の秋は、まあ、県大会が中止だったということで、えー、この春は決勝リーグでは、まあ、宇治山田高校に敗れているんですが高田高校と津工業に勝っているということで優勝した高田高校との実力差はそこまでないんじゃないかなというふうには思われます 静岡の浜松商業は昨年の秋は東海大会2回戦で愛知県1位以降の緑と対戦して2対0で敗れていますね、まあ、この春の県大会静岡はリーグ戦で開催されているんですが静岡商業とは2回戦って2回ともまあ敗れてはいるんですが、まあ、静岡商業にも引きを取らないチームかなというふうには思います、まあ、以上この B ゾーンはこの4校によって争われるということになりますね はいまあ、夏の選手権大会は各県から2校ずつが出場してくるので、まあ、このような形で8校によって争われます、まあ、ですので、まあ、夏の選手権ですね8月の頭に行われるので言ったらもう1ヶ月半を切っている中での前哨戦と呼ぶのにふさわしい大会になります、まあ、無観客であるということで、まあ、愛知県というのは非常に、ね、高校軟式のファンも熱心な方が多いですので。 そういった方が感染できないということは、まあ、非常に残念ではあるんですけども、まあ、この夏こそは本当に有観客で開催されるということを願ってですね、まあ、この春の大会、まあ、北海道とかではもうすでに渋予選が始まっていて夏の全国選手権も始まっている中ではありますが、まあ、全国のこの春の大会の締めくくりとして、まあ、素晴らしい大会になればいいかなというふうに思っています。